折口駅は、鹿児島県阿久根市、折口矢座折口東にある、日殺オレンジ鉄道線の駅。駅番号は、OR20。相対式2面3線ホームの地上駅、無人駅である。かつては大きな、待合室がある、木造駅舎が建っていたが、駅舎は1980年に解体されて、簡易駅舎に建て替えられ、駅舎横にあった待合室も1990年頃に、 解体されて、現在に至る。2013年に推薦式の公衆トイレが設置された。南側に位置する脇本地区の住宅街の最寄り駅であるため、乗降客は比較的多く、特に朝夕は沿線の高校に通学する生徒で大変混雑する。また、近隣に脇本海水浴場があるため、夏休みを中心に海水浴客で賑わう。そのため、 無人化後も1980年代末期までは、夏季の夏休みシーズンのみ、出水駅より海水浴客対応の駅係員が臨時に配置され、日後二見駅、上田浦駅、西方駅と同様に期間限定の有人駅であった。開業当時の地名が由来、古くは出水群役根郷折口村であった。この地は、古くから、 傾斜地で海岸へ向けての坂道が多く、折り口がそのまま折り口に点火したものである。駅の周辺は民家が少なく閑散としているが、駅から800メートル先に2つの国道が走っている。また南側に脇本地区の住宅街が広がっている。国土数値情報国土交通省2021年9月6日閲覧ありがとうございます。